こんにちはこんなかわいい紙袋もらって中に何が入っているか覗いてみたらわあかわいい専用の手提げ袋らしいけれども中身のおせんべい色とりどりで素敵ちょっとのつもりが全部食べちゃいましたおせんべい系って止まりませんよねごちそうさまでした今日は ッドノートシック6で自分だけのオリジナルステッカーを作成してみようと思っています。完成イメージ図はこんな感じです。以前、ウィークリーページを書いてみよう。1週間なら書けそうということにチャレンジしたんですけれども、あれから随分経ってしまいました。書いていません。なので、 まずは自分の好きなステッカーが簡単に使えるようにここに登録して、続けたくなるように気持ちが持ち上がるような自分の好きなものをステッカーとして登録していこうと思っています。そうしたらやる気が出ると思うんだ。オリジナルステッカーを登録する準備として作業用のノートを作成しようと思っています。 アイビスペイントで描いた絵とか自分で撮った写真などの好きなものをステッカーとして登録していきます。では、すでに GoodNote6 起動しています。この書類の中のこのプラス、あるいはこの新規という字の方、どちらでも大丈夫です。タップします。一覧が出てきましたので、ノートでタップします。 新規ノートの画面が出てきました名前の欄をタップし「ステッカー作業用」と入れましょうステッカー作業ステッカー作業用のノートだと分かるようにステッカー作業用と入れましたオンスクリーンキーボードの表示非表示ボタンをタップします 表紙、何でもいいんですけれども、これ前回使った表紙なんですね。ではタップします。別に変更しなくてもいいけれども、そうね、今日はカラフルなこれにしようかな。この葉っぱみたいなやつにしようかな。用紙でタップします。用紙はどれでも大丈夫です。このドット方眼紙選ばれてたからこれでいこうかな。どれでも大丈夫です。 では、右上の作成でタップします。作業用のノートが表示されたことを確認しましょう。では、画面の上、ここ。選ばれていることを確認しましょう。選ばれていなければタップしてあげてくださいね。早速、ステッカーを入れていきたいので、ここ、タップします。では、この中から好きなものを選んでいきましょうですね。まず、これ。 サブウェイよく食べるからサブウェイでタップしますこれアイビスペイントで描いた作品ですねこれまず一つでは早速登録していきたいと思います長押しします字が出てきたら指を離します要素を追加でタップします一つのエレメントを次に追加と出てきます すでにあるステッカーの中に追加登録することができますが、今日は自分専用のということですので、ここ、新規コレクションでタップします。新規コレクションの画面に変わりましたので、タイトル、ここ、好きなタイトル入れていきましょう。ではタップします。オンスクリーンキーボードが表示されましたので、 どういう内容のステッカーか分かるような名前を入力してあげてください。今日は花の好きなものステッカー。はい、長いけどまあ今日は花の好きなものステッカーと入れました。ではこのまま作成でタップします。 登録されましたちょっと見てみますか。画面の上、ステッカーでタップします。もう一度、ステッカーのボタンをタップします。今、ここ、履歴が選ばれてます。ここ、ステッカーのアイコン見えるかなタップします。はい。花の好きなものステッカーとして、ここに登録されていること確認できます。 タップするといつでも表示させられるので楽ですねでは何もないとこでタップしますいくつか登録してみようと思っていますので画面の上こここれ画像挿入ボタンかなタップします再度タップします今度はどれしようかなでは今度これ挿入していきますではタップします 挿入されました。で、このまま登録してもいいんですけれども、ここのところ今回少しトリミングしていこうかな。この辺無駄な部分があるからね。では、長押しします。字が出てきたら指を離します。トリミングでタップします。画面の下、ここタップします。では、このまま。 余分なところをドラッグしてトリミングしましょう。まずは左からです。こんな感じでね、右もです。これで良ければ完了でタップしましょう。無駄な部分はトリミングしておきましょう。では、ステッカーに登録します。長押しします。字が出てきたら指を離します。要素を追加でタップします。 花の好きなものステッカーの中に登録したいと思っているので、ここでタップします。はい、これで登録完了です。では、これ端に持っていきたいので、端に避けます。では、どんどん行きましょう。では、画面の上、ここでタップします。次はどれで行く ではこれ任天堂スイッチのプロコンのイラスト描きましたのでこれをタップします挿入されました少しまたトリミングしましょう長押しします指を離してトリミングです下の方がちょっとねスリムにしたいな上もちょっとだけねはいではトリミングできたら完了でタップしますステッカーとして登録していきましょう長押しします 字が出たら指を離します。要素を追加でタップします。すでに今2つ登録されているのでここのところに2と表示されていることを確認しましょう。今2個ステッカーがあるという意味になります。ここに追加登録したいのでタップします。登録完了です。これ移動しますね。こっちにね重ねちゃってもいいよ。ではもう一つ。 ここでタップします。昨日書いた某コンビニの制服もどきの花ちゃんを描きましたので、これを挿入していきたいと思います、はい。これでタップします。これだと周りが黄色いわけで、す。透過されていなかったからですね。こういう風なものがあった場合は、フリーハンドでトリミングしてみましょう。では操作していきます。 長押しします。字が出てきたら指を離してトリミングです。画面の下、フリーハンドでタップします。ペンシルや指を使って、この周りをドラッグしてあげます。一筆書きのように頑張って、どこからスタートでも大丈夫です。では、よいしょ緑色の線が出てきましたね。 手を離してしまうといけないので一筆書きのように頑張ってはいできましたではこのまま完了でタップしますそうすると縁のついた感じにできますもしなんか曲がってしまったなんかうまくここのところができなかったということがありましたらもう一度長押しします字が出てきたら指を離しトリミングでもう一度タップして 気になるところをトリミングしててあげてくださいではここのところちょっとね気になるからこんな感じ違う違う間違えたら何もないとこでタップしてあげてねこうですよいしょ欲しいところを選ぶなのでここは大きくそしてここも少しカットしてよいしょはいこんな感じです この選択外はなくなってしまうところになります。完了でタップしましょう。どうですか一度でうまくいかなければ二度あるいは三度とトリミングしてみてあげてください。では、今日はこれで大丈夫ということでステッカーに登録しましょう。長押しします。字が出たら指を離します。このまま要素を追加でタップします。 ではここ追加登録したいステッカーのところでタップして追加しますグッドノート6の中でこのようにトリミングで切り抜いていく方法があまり得意ではない場合にはこんな方法はどうでしょうかこのあと写真アプリを起動していきます今日は私ドックの方から起動していきますねでは下から上に上げここ 写真でタップします写真アプリが起動しました iOS18 になってからずいぶん使い方が変わってしまいましたよねこの前回描いたかぼちゃの絵を使っていきますが写真でも同じようにできますでは使いたい画像をタップします 大きく表示されましたので、左のかぼちゃでしようと思っています。では、長押しします。白く光ったの見えますかでは、指を離します。選択された周りが白く光っていることが確認できるかと思います。ここのコピーでタップします。では、Good Note 6の画面に切り替えましょう。画面の下、 下から上に上げて、Good Note 6をタップします。ここ、何もないところを長押しします。ペーストでタップします。iOS の機能で切り抜いた被写体の画像が貼り付きました。では、ここ、ちょっと周りが透明になっているのわかりますほら。 では、このままステッカーに登録していきましょう。長押しします。字が出てきたら指を離します。ここ、項目がないんですね。では、ここ、右側にクーみたいな形があるかと思います。ここでタップすると、隠れている項目が出てきて、要素を追加がここにあります。では、要素を追加でタップしましょう。 追加したいステッカーのところはここですのでタップしますこうして追加してっていただくといいかと思いますこれで好きなステッカーをどん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 たくさん登録してってあげてくださいね、えー、もう一度ステッカーのところでタップしますもう一度タップしますこのステッカー一番初めに登録したものがアイコンとして出てくるわけですね なので一番初めに登録するステッカーは一番自分の気に入ってるステッカーで登録するといいかもしれませんね。このステッカーは好きな順番に並び替えることができます。並び順の編集をしてみようと思っています。ステッカーの名前の左側、このペンの鉛筆のマークをタップします。順番を変えたいステッカーを長押しし、 ドラッグしして移動しますどうですか変更ができました。ここのアイコンも変わったの分かりますかではもう一人の花ちゃんも2番目にコントローラー3番目にしようかな。こんな風にしてあげて順番を入れ替えることができます。削除の方法も一つ確認しておきましょう。ではここ左上の赤い丸の×でタップします。 あっという間に消すことができます自分で好きなステッカーを登録してあげてくださいね順序入れ替えできましたので右角上の完了でタップします順番が入れ替わっていること確認できますかこんな感じです 好きなステッカーをなるべく前半の方へ、上の方へ表示させるようにしたいと思いますので、どんどん登録し、後でステッカーの順序を変えてあげるといいと思います。では何もないとこでタップして非表示にしましょう。自分の iPad の中にある好きなものを使って、自分のオリジナルのステッカーを登録して使ってみようと思っています。 この後少しまた追加しておきますが次回またこの GoodNot6 を使った作品作りをしてみようと思っています。ご視聴どうもありがとうございました。また iPad で楽しそうなこと、面白そうなことあればご案内したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょうね。いっぱいステッカー登録しといてね。まったね。バイバーイ。